みなさんこんにちは、たのうです。はい、今日はガチャガチャやりに来ました。はい、そうです。かのさんがどうしても行きたいって言ってたのでやりに来ました。何個やるの？3個。予算はまあだいたい1000円ちょいなので3つかな。やっていきたいと思います。はい、じゃあレッツゴーゴー。もう行く気満々やな。ここからママとカノさんの耐久戦が始まります。ガチャじゃないよ、カンちゃん。 UFO キャッチャー。そうそう、本日ガチャガチャより先に目に留まったのはクレーンゲーム。でもこれは次の機会に。目的地のガチャガチャ密集地帯へ。やりたいもの、欲しいものを選びますが、もちろんなかなか決まりません。そんな中、一番最初に目に留まったのは、あ、お化粧だ。誰にお化粧するの？マイブームのメイク関係でした。これ皮につけるやつ。蓋を開閉することが可能です。決められないまま次のガチャ密集場所へ。アンパンマンもあるよ。やったの。あ、ほんとやったな、それね。あ、上はやってないよ。上はやってない。下はやったけど。一度やったことのあるものはしっかりと覚えているようです。これ膨らませるやつだよ。これ違う。これキーホルダー。これ。大きいの？それちっちゃい。全部ちっちゃいよ。プリキュアのガチャをやりたいようですが、商品の大きさが気になっています。それもちっちゃいおもちゃやけど。それ腕輪かな？ブレスレット。ブレスレットにするの？あとは？1円じゃない、1000円だ。見て。1円っていうの、それ。1円じゃガチャガチャできません。100円は分かっても、紙のお札の価値は全く分かっていません。じゃじゃん。ようやく欲しいものが決まり、ガチャに挑戦していきます。それがいいの？いいよ。うん。何も見えん。本当？何も見えへん今回の。お家帰ってお楽しみや。ね、はい、じゃあカバンの中入れてください。そしてここからが長かった。最後の一つを決めるためにうろ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 。決めるまでに10分以上かかりました。きました。はい、お買いなさい。今回悩みに悩んで3つガチャガチャをしてきました。もうね、ああでもないこうでもないってね、2箇所の店をねこう行ったり来たりしてね決めたんですけど、だってね、まどれもね、私ね全部ね可愛くてね迷っちゃうの。そうか、迷ったのね。じゃあ何を選んだか1つずつ出してもらいましょう。これ、1つ目はこちらになります。プニプニボール、もちもちパステルボール。プニで、ね、もちもちを楽しんでくださいって、ね、こうやってなるんや。外のパッケージを破いたんではないかと思われます。はい、どうぞ。あの、要するに言うとスクイーズです。すごい、黄身が入ってる。これ卵や。卵かね、卵の黄身か。見てて、気持ちいいですか？うん、気持ちいい。ライト、はい、一
つ目、こちらのスクイーズを手に入れました。プリ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 、すぐ柔らかい。はい、二つ目。いせーの、レッパカーン。わー、イエーイ、ネックレス開けるぞ。シールも貼ってもいい？いいよ、貼らないといけないでしょ。こちらはキュアライトブレスというプリキュアのおもちゃになります。しかった。それ誰か知ってる？知らん。キュアバタフライだからね。プリキュア見てないくせにこういうの欲しがるんだよ。いや、私も、私ね、新しいプリキュアの翼知っとる。かわいい。今光りましたよ。こうやって光るらしい。こうやってやると、かんちゃんピタってして見せて。あ、いろんな色に発色するんだね、これね。そう。ほら、ラストのガチャガチャになります。はーい。じゃーん。いっせーの、レッカー。すごい音だね。カノさんが引いたのは、遊んでビークル6の何？アンパンマン号です。いっせーの、レッカー。オープン。すごいゲームだ。ここを押すとね、回ります。ここね、回すとね、回ります。前のアンパンマンの顔も変わるんじゃないの？うん、これ、ほら、ほらほら、内側にお顔きてない？あ、ちゃん、いや、怖い。見てあげて。怖い。内側にアンパンマンの顔がきます。怖い。え、ギミックはそれだけかな？うん、もうガチャガチャ終わり。はい、アンパンマンのおもちゃにしてはちょっと良心的な価格のおもちゃですね。でも嬉しい、こんなこと来て。ということで、今回かのさんがどうしてもガチャガチャやりたいって言ってゲットしてきたのはこの3つになります。もっとね、なんかお化粧とかね、いろいろあったんだよね。なんですけど、今回はこちら。いや、アンパンマン号だから電話じゃないかもね。はい、選びました。こうやって後で言われた。あんちゃんは本当ガチャガチャじゃなくて違うのやりたかったんだよね。UFO キャッチャー。そう、 UFO キャッチャー。ポケモンの UFO キャッチャー可愛くて買いたかったの。買いたかったか。でもね、 UFO キャッチャーはすぐには取れないんです。しっかり練習しないと。取れたかった。難しいね。大人よ、それあるよ。そう、ママたちもだってうまく取れないもん。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。